皆さんこんにちは、タートルです。朝起きてすぐ空腹の状態で歩くことによって痩せるってことは皆さん知ってると思いますけども、なかなか起きて着替えて歯ブラシして外に出る、なかなか続きませんよね。三日坊主じゃ意味がありません。そこで今回は、寝巻きのまま、歯ブラシしないまま、寝癖つけたままでできるモーニングウォークを紹介していきます。空腹だとなぜ痩せるのか、脂肪が使われやすいからです。頑張って外歩こうとしても3日坊主、簡単なことが続けば1週間続く、そしたら2倍痩せるということです。続きやすいことから頑張っていきましょう。今日も一歩前進しましょう。どんな格好でもいいです。ただベッドの上じゃやりにくいので、足元が硬いところでやってください。まずは手だけ振っていきます。しっかり手だけ振ってください。できればちょっとお腹をへこませる意識をして、姿勢正して手を振っていきましょう。朝はね、少し糖分が足りないんで、ちょっとクラッとして、ね、貧血になりそうな方はゆっくり休んで、できる日にやってください。OK です。今度は足だけ動かしていきます。できれば腰の高さまでもも上げてください。足を上げるっていうよりも、地面を蹴る感じで足をピョーンと上げてください。日中や夜行うよりも朝やることが効果的なんです。日中やってしまうと糖分しか使ってません。次は両方手足使っていきましょう。できれば足はまっすぐ上げます。ガニ股にならないようにですね、まっすぐ足を少し丸めるイメージで足を上げると腹筋も使えます。OK。 今度は少し止まってみましょう。少し止まることで腹筋がすごく使われます。できれば反対の伸ばしている方の足はね、曲がらないように。体が少し温まってきてると思います。肘もしっかり後ろに引いてください。OK。 今度は手をブラブラ動かします。できれば上体全部がいくんじゃなくって、中心を前に残して動かすことで背中が動きます。褐色脂肪細胞がね、活性化されるんで、一緒に回らないように。手の位置はね、肩だとなるんで斜めでもいいです。これで背中をしっかり動かすと痩せ筋が働きます。毎日朝やることで一歩ずつ痩せますので、朝起きた瞬間にスイッチオンして動いていきましょう。OK。 今度はちょっと早めにね、動いてみましょう。腰よりも高く当たります。できるだけ大きく動いてください。後ろの手もね、しっかり後ろに伸ばしてみて、
体が活発に動きます。朝運動するっていうことはね、すごくね、ホルモンバランスにもいいです。OK、 今度は片足でバランスを取りましょう。足はね、横に振ってもいいです。できるだけ足も曲がってもいいです。足ブラブラさせてバランス取りましょう。いろんなところにね、足と手を動かしてください。悪くなったら足って言ってもいいですからね。 OK、 反対足です。あと少し。毎朝やってください。音楽を聴きながらね、耳にイヤホン当てながらやってもいいと思います。着替えて歯ブラシして準備してっていう感じがおすすめです。先に準備やっちゃうとね、これおろそかになっちゃうので、起きた瞬間にこれをやってください。毎朝 OK、 最後は軽くスクワットします。かかと上げてしゃがむ、上がった下がる、また下ろすときにね、ドン、力抜く感じで、グラン、始まりのスイッチをドンと進めましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。今日運動したことによって、今日も一日いい日になります。健康的に痩せるための第一歩、毎日続けてやっていきましょう。頑張ってやったよって方、ウトボタンやコメントで教えてください。記録としてコメントを使ってもいいです。毎朝継続するのがおすすめ。朝できなかったら夜でもいいです。今回もご視聴ありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。